38cm ジークフリート系列車砲 e イン・アイゼンボン・ラファットは第二次世界大戦中にナチスドイツで開発された列車砲である。もともとはビスマルク級戦艦の主兵装として設計されたものの、中から余剰の数門が沿岸防衛任務用にドイツ陸軍に移常され、それを用いている。フェーゲレターンテーブル上の 24cm 列車砲。 炎上の軌道上に列車が渡されており、360度旋回する。この方は、謝罪状態において、左右への旋回能力を持たなかった。この方が照準するには、鉄道上のカーブした部分を移動するか、フェーゲレターンテーブルへの積載に完全に依存していた。このターンテーブルは、中心部にピボットマウントを持つプラットフォームと炎上の軌道から構成され、このプラットフォーム上に、 列車砲自体が固定された。プラットフォームの高さまで列車砲を引き上げるのには、傾斜路が用いられた。このプラットフォームは両端にローラーを持ち、端部は360度旋回用の炎上をした軌道の上に据えられていた。これには300トンの積載能力があり、ドイツの軍籍にある大部分の列車砲のためには十分なものだった。手法は0度の状態でのみ、装填可能で、 このため一度の射撃ごとに最小順が必要だった。本列車砲は標準的なドイツ海軍系統の弾薬を用いた。主装薬は金属製弾薬等に収められ、追加装薬は別に絹製のバッグに入れられた。砲弾の次に追加装薬から装填された。4種類の砲弾が38センチメートル、ジークフリート系では用いられたが、それらの中には、 ジークフリート砲弾が含まれていた。これは陸軍が開発した特別な長距離砲弾だった。創薬を減想した時には初速秒速920メートルで発射し、射程は40キロメートルだった。ありがとうございます。